やこたつがです。今日なんですけれども、多分この動画めちゃくちゃ長くなると思いますが、でもね、私の自己満っていうか、めちゃくちゃこの動画撮りたくて撮りたくて <laughs>、こう、たまなかったですね。だから今動画回してますね。えー、今日のテーマは今中国でこういう口コミがどん底に落ちてる俳優さん、ヤンヤンを <laughs> 紹介したいなーって思ってます。こう、ヤンヤン。まあ、なんで口コミ、どん底に落ちてる っていうのを紹介したいなって思ってます。まず言っときますね。私、ヤンヤンのアンチですよ。昔からずっとヤンヤンのことを、まあ、はっきり言って嫌いですね。だから今日この動画の中だと多分めちゃくちゃヤンヤンの悪口っていうか皮肉を言いますね。ヤンヤンのファンがね、今すぐね、この動画閉じてもまだ間に合いますよ。でもね、ちゃんと理由も証拠も出しますね、この動画の中だと。まあその誹謗中傷は多分、 ならないと思いますね。全部事実を言ってるだけだと自分は思ってますね。で、今日のこの動画のメインは、まず、ヤンヤンが最近出てるドラマ、我的人間 a 火っていうドラマの、こう、みんながこのドラマへのアンチを紹介してて、で、みんながヤンヤンへのアンチを紹介する。続いてはみんなが、このドラマのヒロインの女優さん、王楚然へのアンチを紹介する。<laughs> この3つ、主にはこの3つだと思いますね。 で、私いろいろ証拠っていうか情報を集めたんですね。で、全部メモってたんですけれども、このメモ帳がですね、<laughs> 見てください。いや、私いっぱい書いてたんですよ。文字数は多分5000、5300文字 <laughs> 書いてたんですよ。これはある種私の決意かもしれないんですね。まあ、じゃあ早速今日のテーマに参りましょう。 まあまあまあ、でも、こう、テーマに入る前に、ちょっといくつかの中国の豆知識っていうものを紹介したいなって思ってます。まず、これですね。一応、なんかめちゃくちゃ簡単な、こんなものを作りました。まずはね、その、ファンの中国語がフェンスですね。で、その、アンチの人の中国語がフェイズ。ま全部ネット用語ですね。 うん、で、その、ファンとアンチの間に、路人っていう単語があるんですね。まあ、人普通の意味は、なんか、通りすがりの人っていう感じですね。だから、まあ、その、別にファンでもないし、アンチでもない。その、中間にいる人は路ーレンですねえ。で、この下に、路人粉、路人ン、ヘイはあるんですけれども、路ーレンフンは、まあ、一応路ーレンなんですけれども、まあ、その、ファンよりの路ーレン、 の意味ですね。で、ドーレン兵は <laughs>、まあ、アンチまではいかないんですけれども、そのアンチよりの路ーンっていう意味ですね。まあ、私はヤンヤンのこっちなんですね。完全にアンチなんですね。ヘーズなんですね。路ーレン兵でもないんですよ。完全にヘーズですよ。<laughs> すいません、マジで。 これは一つの豆知識というか、で、もう一つは、中国のネットではですね、こういう有名人のなんか書き込みとかするとき、フルネームで出してる場合もあるし、でもよくはね、その人のピンの頭文字を取って、で、その人のことを指してますね。例えば、ヤンヤンのピンはこれですね。で、このワイワイを取って、よくね、ネットでヤンヤンのことをワイワイと書いてますね。じゃあ、例えば私、タピオカだったら、 t, p, o, k ですね。なんでこういう書き方するかっていうと、まあ、一つの理由としては、ファンもね、こうインターネットで色々自分の推しのことを検索してるんですね。もし、とある人の悪口書いてたら、その人のフルネームで書いていったら、その人のファンたちが検索してて、あ、お前、私の推しの悪口書いたな。で、めちゃくちゃその人を罵るっていうのリスクがあるんですね。 だからネットではね、こういう頭文字でその人を指している場合もありますね。だから今中国のネットではね、こういうわけわかんないイニシャルの文字多いんですね。で、続いて、よ。 と、ように、この二つの単語を紹介したいんですけれども、実は私前一度すでにヤンヤンの動画出してたんですね。ヤンヤンの新しいドラマに関しての動画出してて、で、その時めちゃくちゃ親切な方がコメント欄で、よとようにの日本語の説明を書いてくれましたね。その説明が、まあ、ようには、いわゆる仕草や発言、カッコつけてるけど、見事に滑ってる、痛い人のことを え、しかも、お前滑ってるぞって本人に言えない。その人は本気でかっこいいと思ってる。こういうことが、よ、よにですね。今、中国ではね、ヤンヤンのこと、よわんって呼ばれてますよ。まあ、よはさっきの意味で、わんは王ですね。まあ、こういう、かっこつけてる業界だと、ヤンヤンはもう、王っていう感じですね。ダントツにめちゃくちゃかっこつけてる。 っていう感じですね。まあ、要は決して褒め言葉ではないんですよ。はい。豆知識はここら辺で終わりにしたいと思ってます。今からはね、テーマに参りたいと思ってます。 まず、ヤンヤンが出てるドラマ、我的人 h e 火っていうドラマがきっかけで、ヤンヤン今、その口コミめちゃくちゃ悪くなってるんですね。えー、この我的人 h e 火っていうドラマのあらすじちょっとだけ紹介しますね。男の主演、ま、そのドラマの中の名前が孫燕ですね。で、ヒロインの名前、ドラマの中の名前が主陳ですね。えー、孫燕と主陳。ま、10年前、高校の時付き合ってたんですね。でも、孫燕値めちゃくちゃ貧乏だったんですね。えー、主陳値は、 めちゃくちゃ金持ちの家ですね。で、主人のお母さんは二人の付き合いにはね、断じて同意しなかったんですね。で、この二人、まあ、やむ得ず別れて、主人は海外留学に行ったんですね。で、10年後、主人、国内に戻ってきて、えー、孫燕は消防士になってた。主人は一つの、まあ、外科医っていう感じですね。お医者さんになってるんですね。で、主人の追い立ちっていうか、 えー、主人は小さちゃい頃、両親が死んでたんですね。で、一回施設の方に生えてたんです。で、その、両親の友達が彼女を引き取ったんですね。今の親、今の家庭はですね、すでにお兄さんがいるんですね。でも、お兄さん、まあ、モンエちゃんっていう人、孟彦エちゃんは主人と血は繋がってないんですね。孟彦エちゃんは主人のことが好きなんですよね。でも、主人は、まあ、その、孫エが好きですね。 で、その後はこういうなんか色々恋の展開になってるんです。主にはこういう感じですね。このドラマめちゃくちゃ叩かれてますね。それはこのドラマにはね、たくさん不条理なところがあるんですね。全然合理的ではないところたくさんあるんですねで。観客がこのドラマの不条理なところへの突っ込みを今からね、まあ、そのピックアップした内容を紹介したいなーって思ってます。まず、ヒロイン主人ですね。うつ病なんですよ。で、 なんと、なんか、うつ病の人は、お医者さんにはなれないって言ってる人はいるんです。なんか、うつ病の人は、なんか、精神的な病気で、なんか、その、自分全然コントロールできないんですね。ある時めちゃくちゃ落ち込んだりとかしてて、それはね、こういう機会にはなれないって言ってる人はいる。 いるんですね。これはこのドラマへの一つのツッコミどころで、まあえー、さっき言いましたね。このヒロイン主人は小さい頃一度は施設に入ってたんですね。で今のお家に、えー、引き取られて、このお家めちゃくちゃ金持ちですね。だからね主人は実は小さい頃からはねめちゃくちゃ裕福な生活をしてたんですよ。えー、今主人はお医者さんになってるんですね。でその家は主人のために、えー、病院の近くでめちゃくちゃいい マンションを高級なマンションを買ってあげてたんですねしかも高級な車も買ってあげてたんですよねでも主人はね自分のお母さんに孫燕このドラマの主人公ですね孫燕は私のためにお粥を作ってくれました私人生で初めてホーム家っていう感じをくれました今まで彼女を育ってきて彼女にめちゃくちゃ素晴らしいマンションを買ってあげて で、で、めちゃくちゃいい車を買ってあげて、でも全然それ家、こう、ホームっていう気はしなかったんですよ。村縁のお粥でめちゃくちゃ家を感じました。これは広い出 <laughs> 身ですね。で、ドラマの中だとね、こう、彼女はこのお粥のために自分の親と関係を立ったんですね。で、そのめちゃくちゃ素晴らしいマンションから引っ越ししたんですよ。村縁のところに 引っ越ししてたんですよね。おかゆのために。昔自分家に住んでた時、彼女はフランス料理が好きだったんですよね。まあでも、孫也と一緒に暮らしてたら <laughs>、おかゆを食べるんですよね。 で、そのドラマの中だと、主人はお兄さんがいるんですね。門延え門延ゃは会社の社長さんですね。めちゃくちゃ金持ちで、有能な社長さんですね。しかも、主人のことが好きですね。<laughs> 主人が自分のお兄さんと一緒に外に、まあレストランでご飯を食べるとき、もんえお兄さんがね、彼女のためにいっぱい料理を頼んだのですね。でも、主人と 主人公、孫燕と一緒に、まあ、レストランでご飯を食べるとき、<laughs> 二人一つの料理しか頼んでなかったんですよね。まあ、主人にとってそれが幸せだったら、それもそれでいいかもしれないんですよね。で、こういうのもあるんですね。主人が孫燕と一緒に住んでて、孫燕が自分家の掃除をしてたら、主人がめちゃくちゃ幸せそうに、你好うちょわ、って言ってたんですよ。もしね、 孫燕が彼女のお家を掃除してあげたら、まだわかるんですけれども、孫燕は自分家を掃除してたんですね。で、このヒロインが、你好宠我は、全然わけわかんないなって、たくさんの人がつこみました。 で、もう一つあるんですよ。それが、もともとは多分めちゃくちゃ感動するシーンだったんですけれども、そのシーンがですね、もう地震があって、えー、主人はね、その、産婦人科のお医者さんではないんですけれども、地震の時一人の妊婦さんがいたんですね。その妊婦さん死んでて、えー、主人は多分何時間もかけて、妊婦さんのお腹の中の赤ん坊を救ってたんですね。手術してて、その赤ん坊を救ったのよ。 もともとは多分めちゃくちゃ感動するシーンなんですけれども、でもね、医者さんとか医学の学生さんが言ってたんですよ。それはめちゃくちゃ残酷なシーンなんですよ、実は。それはなぜかというと、もし母親、その妊婦さんが死んでたら、お腹の中の赤ん坊さんもね、 時期絶対死にますよ。でも、主人がね、その手術をやってて多分6時間か7時間ずっとやってたんですね。ってことは実はね、その妊婦さんずっとね、生きてたんですよ。生きてて、その主人がね、まあ、全然経験のない出産の手術をやってて、最後赤ん坊は救われてたんですけれども、その妊婦さんは死んでたんですよ。事実は。だから実はめちゃくちゃ残酷なシーンですよ。 あでもね、これは別にその役者さんたちが悪いっていうわけではないんですね。ただ、そのサッカーっていうか脚本家がこういう常識がなかったんですね。あで、もう一つはこのドラマの主人公、孫、え、燕、ー、はね、消防士なんですよ。しかもこのドラマの中だと孫燕っていう人はなんかめちゃくちゃ自分の消防士っていう職業になんか誇りを持ってるっていう感じですね。でも、このドラマの中だとこういうシーンもあったんですよ。 孫燕と主人が消火器を使ってて、なんか遊んでるように見えてるんですね。で、こう現実の中の本当の消防士さんが言ってたんですよ。消火器を使ってプレイするのはね、もう違法行為なんですよ。このドラマの中のこういう動きはですね、めちゃくちゃ消防士さんを侮辱したんですよ。消防士さんが消火器を使って自分の彼女を喜ばせたいっていう行為がね、もうマジでこう考えられないんですね。 まあでも、これに関してはね、やっぱり、その、脚本画が悪いんですね。こういう常識がないんですよね。で、このシーンもめちゃくちゃみんな突っ込んでましたよ。それは、孫燕が晩ご飯を食べてて、でいきなり思いついたんですね。あ、自分の彼女もうすぐ待機の時間だ。で、私が彼女を迎えに行かないと。 <laughs> 言ってたんですけれども考えてください。普通、例えば彼女とか彼氏がもう退勤の時間です。迎えに行くって言ったらね、まあ、とりあえず私だったらね、その会社まで迎えに行くっていう気がするんですけれども、彼は違いますよ。彼のお迎えに行くはですね、多分ただお家のドアを通して <laughs>、 で、外に立っているだけですね。全然遠くの方には行ってなかったんですよ。このドラ,ドラマの中だとね、主人はまずタクシーから降りてきて、で、めちゃくちゃ暗い裏路地を自分一人で歩いていて、で、そこで、孫縁は <laughs>、そこにいたんですね。もう家の近くに行ってて、で、その街灯の下で、決めポーズしてて、あ、その、 めちゃくちゃ綺麗な、その横顔のラインをヒロインに見せてて <laughs>、ポーズを決めて、うん、どうだ感動してただろう私はあなたを待っているよっていうなんかオーラを出してるんですね。もうすでに、まあヒロインはここまで歩いてきて、ソンヤンとまだ何メートルの距離があるんですね。こういう時、普通、男だったら多分男の方から女の方に行くんですね。 そういえば違うんですよ。そういえばただそこに立っているだけで、彼女が自分の元へ来るのを待ってただけですよね。それは、どうですかね。多分そこ街とその照明が良くて、自分のかっこいい顔が映せるから、まあ、一歩もそこから出たくない。 かもしれないんですが、あるいは監督さんがそう彼に要求してたかもしれないんですね。で、もう一つのシーンもありますね。それは二人が地下鉄に乗ってたんですね。その主人公とヒロイン。地下鉄に乗ってて、で、ヤンヤンの演技がですね、めちゃくちゃ体を揺れてたんですね。 なんか壁ドンみたいな感じで壁ドンしててで、体、なんかね、こう揺れてたんですけれども、ここでね、絶対私が言いたいんですよ。中国の地下鉄はね、もう揺れとかはしないんですよ。滅多にしないんですよ。常に揺れてるわけではないんですよ。もちろんね、揺れてる時もあるんですけれども、滅多にしないんですよね。ヤンヤンの演技がですね、なんか常に揺れてるみたいな感じですね。違うんですよ。 それはね、絶対公開しないんでですよ。なんでヤンヤンはこういう演技したのかな全然わかんない。ヤンヤンは確かに子役なんですけれども、ちっちゃい頃からすでに、まあ、デビューしてたんですね。金持ちやから地下鉄に乗ったことがないかもしれないんですね。でも、周りスタッフさんとか監督さんもいるんですね。絶対地下鉄に乗ったことのある人は周りにはいると思いますね。 なんでみんな指摘しなかったんだろうね。まあ、このドラマについてのツッコミはね、ここまでにしようかなって思ってます。他にもね、たくさんありますよ。全部言ってたらね、もうキリがないんですよ。こう、まだまだたくさん、私の目もたくさんあるんですね。この動画の尺を感じてて、ここまでにしようかなーって思ってますね。ドラマへのツッコミ。続いては、このドラマの 原作は小説ですね。その小説の作者へのツッコミ、今からやりたいと思ってます。まあ実はこのドラマ放送したての頃、主人のお兄さん、血の繋がってないお兄さん、モンエンちゃんがですね、めちゃくちゃヒットしたんですよね。みんな、あ、このお兄さんめちゃくちゃかっこいいって、めちゃくちゃ話題になってたんですよね。でも、その作者がね、いきなり、 ウェイボー、中国、中国版のツイッターですね。ウェイボーで、いや、お前たち、この成、モンエンチェン、のお兄さんを好きな人たちね、お前たち全員、全前で貴田禅媚。全は全力。パワー、権力。钱、お金ですね。お前たち全員、孟ンエが好きな人は、権力とお金にこびを打ってる、尻尾を振ってるだけ。 とかね、作者が言ってたんですよね。自分が書いてた、作ってきたキャラクターに対して、こんなひどい、あまあ、なんていうか、私たち観客を批判してるんですよね。彼女は。で、この作者に関してはね、実は黒歴史もめちゃくちゃ多いんですよ。この作者、なんとね、めちゃくちゃ有名なんですよ。その有名な理由は、彼女はね、小説を書くとき、いろんな、 他の人のところからネタを盗んだり、そのキャラの設定を盗んだりとかしてて、で、こう、あちこち何かを取って何かを取って、で、一つの小説を <laughs> 組み合わせるっていう感じですね。昔からまあ、泥棒みたいな感じですね。泥棒行為で有名な作者なんですよね。だからね、実はワンチャンこのもんやちゃんもね、彼女が作った人ではないんですよ。他の人のところから盗んだ。 キャラクターなんですよ。だから彼女はこの自分が書いてた人物に対して何の愛もないんですね。ちなみにこの作者の名前がジョウユシーですね。しかもね、実は現実はね、真逆なんですよ。私たち観客が全然で貴典禅媚ではないんですよ。私たちではないんですよ。実はこの作者さんがやってることこそ、 全然の貴典缠维なんですよ。今から説明しますね。実はね、この我的人 t a 火とっていうドラマなんですけれども、出資してるところはね、一つの会社はヤンヤンが所属してる会社なんですよ。ヤンヤンの事務所がこのドラマにお金出してるんですよ。わかりますかまあこういう芸能界でお金持ってる、お金出資してる方がね、めちゃくちゃパワー持ってるんですね。しかもヤンヤンは 自分が所属してる会社の株を持ってるんですね。まあ、いわゆる、まあ、ヤンヤンがこのドラマに出資してるとでもね、言えますよね。この作者こそ、まあ、出資してるヤンヤンの事務所、ヤンヤンへの媚びを売ってるんですよ。 みんながね、このドラマ放送してて、みんなもんやが好きで、ずーっとヤンヤンの悪口言ってたんですね。例えばヤンヤンの演技下手くそ、ヤンヤン幽暗とかね、みんな全員ヤンヤンのことを批判してたんですね。で、この作者、本当に自分こそこういう権力、金持ちに媚びを打てて、わざわざウェイブを こういうつぶやきまでしてたんですね。で、この作者へのアンチもめちゃくちゃ多いんですね。でも、彼女はね、なんと今も毎日小説の更新をやってますね。で、一部の人はこうコメントしてますよ。そりゃそうだろう。コピペするぐらいでめちゃくちゃ簡単そうじゃないだから毎日小説の更新やってますね。で、こういうコメントもあるんですね。まあ、実はこのドラマ放送する前から彼女はね、常に叩かれてますよ。 もう慣れてますから、彼女は。で、まあ、このドラマがね、めちゃくちゃみんなから叩かれてる理由はですね、この作者が書いてたストーリーがクソみたいっていうのが一つの理由で、もう一つの理由がですね、ヤンヤンの演技がクソみたいですね。はい。しかも今回ヤンヤン、まあ、の事務所が出資してるんですね。だから、ヤンヤン結構、チームの中で、 めちゃくちゃパワー持ってるんですね。実はこの監督さんマジで監督さん今までね、例えばスタウンとかドンゴンとかね、めちゃくちゃいい作品撮ったんですよ。今回このドラママジでこんなに口コミ悪くなるのはね。ヤンヤンの会社が出資してるから監督さんもね、重く言えないんですよ。なんかね、口出しするのはね、しつらいと思いますね。 もう一つの証拠を提出しますね。それが、まあ、ライブ配信やってて。で、ライブ配信の時、まずそのヒロインの女優さん、ワン・チョランがね、ヤンヤンがとあるスケボーのシーンめちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃハイライト。ヤンヤンの演技のハイライトとか、みたいな感じで言ってたんですね。まあ、言ってて、なんでそのシーンカットされてたんですよ。めちゃくちゃもったいないな。で、みたいなことを言ってて、ヤンヤンもね、そうなんですよ。はぁ、あ。 もう私は慣れてきたんですよ。今まで私が思ってる自分のハイライトなシーン。まあ、ずっと、今までずっとカットされてたんですよ。ぼやんやんが。あまあ、私はこういう宿命なんですよ。もう慣れてきてるんですよ。なんか自分はめちゃくちゃ可哀想にな。そういう、そういう振る舞いしてたんですね。<laughs> でも実はね、監督さんの顔がね、ものを語ってるんですよ。まず、 この動画を一緒に見てみましょうヤンヤンの会社が出資してるから監督さんもね多く言えないんですよめちゃくちゃにんの をそこで、よにんす監督さんであと、例えば、ヤンヤン昔はね、三生三世十里りたっていう、まあ、映画もあるし、ドラマもあるんですね。映画はヤンヤンが主演だったんですね。ヤンヤンはこの映画について、彼が思ってる自分のこういうハイライトのシーンはあるんですね。まあ、まず、そのシーンはこんな感じですね。<laughs> もう、よ、よあんですよ。よの極まりない。もう、よの頂点に立てると思ってもいいんじゃないかなって、私は思ってるんですね。でも、ヤンヤンは、これ私の高光悪悪、私のハイライトのシーンって言ってるんですね。でも、このシーンはね、もう、たくさんの人がね、叩かれてますよ。めちゃくちゃよ。もう、いや見るにも見た。って言ってる人はめちゃくちゃ多いんですね。だからね、実はヤンヤンがね、 こう、これは私のハイライトのシーンだって思ってるシーン、ほぼ全部、彼、自分だけかっこつけてて、他の人の気持ち全然ね、他の人への気遣いとか全然ないんですよ。ただ、ここ私かっこいいでしょっていうシーンだけはね、彼は、あ、ここ私のハイライトのシーンって思ってる。でも多分、彼のファンもここかっこいいなって思ってるかもしれないんですね。 あとね、その中国では、豆瓣っていうサイトがあるんですね。このサイトで一般人でもね、ある、例えば本やドラマや映画について、その点数つけれるんですね。普通満点は10点ですね。この我的人間炎火っていうドラマの点数がですね、まあ3.3 <laughs> です。 <laughs> めちゃくちゃ低いんですよで。今からはね、なんでみんながヤンヤンのことを嫌いっていうのをちょっと解説していきたいなって思ってます。まあ、さっきもね、言ってたんですよ。このドラマのストーリーがめちゃくちゃっていうのはね、まあ、その作者が悪いんですよ。その作者自身もね、まあ、いけない人ですね。でも俳優さんにはね、その全然非はないんじゃないかなってみんな 思ってるんじゃないですか。でも実はね、なんで今回、まあ、ヤンヤンのファン以外、まあ、たくさんの人がヤンヤンを安置するっていうのがね、実は今まで、まあ、ヤンヤンも芸歴長いんですね。今までヤンヤンのファンが、 いっぱい喧嘩を売ってきたから、たくさんの他の人に喧嘩を売ってきたから、今回みんな一斉に、まあ、団結してて、全員ヤンヤンをアンチしてるんですね。これは一つの理由ですね。今からはね、こう、他の人がヤンヤンへのアンチを紹介したいなって思ってます。まず、こう、ヤンヤンがめちゃくちゃよっていうのを言いたいね。まあ、の意味、さっき多分動画の冒頭で紹介してたんですけれども、 あ、ヤンヤンはね、マジで自分の容姿に対してめちゃくちゃ縮持ってる。めちゃくちゃ自分のことを愛してるんですよ。ナルシストしすぎなんですよ。まあ、ナルシスト、まあ、悪いこと、まあ、時にはね、悪いことではないんですけれども、でもね、世の中にはね、何事にもね、動があるんですよ。どうすぎたら、それは絶対いけないんですよ。彼も。 めちゃくちゃ遠すぎてますね。例えば彼と、まあ、仲のいい俳優さんですね。チン・ボーランが昔彼のモノマネをしてたんですね。そのモノマネ、めちゃくちゃうまかったんですね。このような感じです。 他那个手表上不是也有一个小小的反光盘吗？让我看一下啊。 もう一つのことがですね、五四ちん節んっていう、まあ、ある種祝日みたいな感じですね。こういうもう、青年の祝日っていうか、で、その時、ヤンヤンがとある番組に参加してて、司会の人がやンやンに、まあ、その今の若い人たちに、もし本をおすすめしたらどうしますかで、他のタレントさんたちはね、みんな例えば小説とか、その名著とかおすすめしたんですけれども、ヤんやんはね、 もう素晴らしかった。ヤンヤンがおすすめした本がですね、自分の写真集だったんですよ。動画はこちらの方にあります。我给大家推荐的一本书是什么？安瑞、啊，我就给大家推荐我自己的一本书吧，是一本写真，哎、欸，去年出的叫《自在样》。呃，推荐本书呢，我就推荐我前段时间在看那个东野圭吾一本书叫《十生》。十生，对。<生> 今はね、なんか SNS に <laughs>、いや、自分は本当にその、ややの、もその写真集 <laughs> 持ってますよ。で、自分がその写真集持ってて、めっちゃ、 じゃあ友達から笑われてたんですよっていうのをなんかね SNS に上げてる人もいるんですね。であと、ヤンヤンへのアンチが、ヤンヤンの演技が下手くそっていうアンチもねめちゃくちゃ多いんですよ。ヤンヤンの演技が下手くそっていうことについてはですね、実は言うまでもないと思いますが、えー、やっぱりねちょっと言いますね。彼はね、実は演技をしてるとき常に自分がこういうポーズしてたら かっこいい。自分がこの角度で、このカメラに映ったらかっこいいとかで、ね、自分だけを意識してる。なんか他のこと全然気にしてないんですね。なんか表情とかもね、ずっとね、眉見にしわを寄せてて。これだったら私かっこいい。めちゃくちゃかっこつけてるシーンはめちゃくちゃ多いんですね。これに関してはね、彼、まあ俳優さんなんですね。まあ三、もう三十代ですよ。顔以外。 何も持ってないですね。演技もないし。まあ、もし20代だったらね、その顔でまだいけると思いますね。まあ、イケメンなら。もうすでに30代になってるんですね。顔以外、何の取り柄もないやったら、個人的にはね、それは、どうかと思いますね。だってさ、中国人こんなに人口いる。 国なんですよ。芸能界の中にイケメンは、まあ、星の数ほどいると言っても過言ではないと思いますね。ヤンヤンより若くて、ヤンヤンより演技のある、ヤンヤンより高身長な人、もう星の数ほどいるんですよ。ヤンヤン何をもってその人たちと戦うんだろうね。しかも最近、まあ、新しい映画があるんですね。フォンシンっていう映画、今中国では 上映してるんですねその中にマジで <laughs> いっぱいスタイルのめちゃくちゃ良くて若い俳優さんたちめちゃくちゃたくさんいるんですよであとヤンヤンがね自分の姿勢というか佇まいについてめちゃくちゃ自信ありますよそれはね多分今まで彼のファンがずーっと言ってきたからヤンヤンの佇まいめちゃくちゃいいめちゃくちゃ魅力的で多分 ファンがね、今まで言ってきたんで、彼はそれを真に受けてるんですよね。で、だから、ドラマの中だと、例えば今回の、我的人れんじっていうドラマの中だとね、こう、寝るシーンがあるんですね。ベッドに寝てて、で、やんやん、寝てる時の姿はこんな感じですね。まるで死体みたいな感じですね。普通の人やったら、寝るとき誰がこんなポーズすんのって、 まあ、多くの人が思ってるんですね。私だけじゃないんですよ。あと昔彼とチャオルースも一つのドラマで共演したことあるんですね。で、そのドラマの中、こういうシーンがあるんですね。ヤンヤンがチャオルースをおんぶするシーンがあったんですね。なんか違和感覚えますかいや、他の人をおんぶするとき、絶対ちょっと腰はなんか曲がるっていうか、絶対そうなりますね。でも、 彼がチャールズをおんぶするとき、もうそのせいがまっすぐなんですよ。えんってちょっと私は思うんですけど、ま、でも多くの人も思うんですけど、どう思いますかおんぶするとき、もうそのせいまっすぐするやつおる世の中に。 まあ、いますね。ヤンヤンですね。え他のアンチはですね、例えば、ヤンヤン今までのスタンスがですね、付き合っててもね、絶対公表しないんですよね。何度も他の女性となんかデートするところは取られてたんですけれども、彼一回も彼女ですとか言ってなかったんですね。まあ、それもみんな個人差あるんですね。みんなそれぞれのやり方はあるんですけれども、別にそこ問題なくねって思ってる人いるかもしれないんですね。でも、 彼の場合がですね、昔彼は自分の彼女と海外旅行に行ってたんですよね。で、その時、その彼女さん、全然知名度なかったんですよ。でもその彼女さんは、まあ、金持ちの2世ですね、お嬢様ですね。一緒に海外旅行に行ってて、でも、取られてたんですよ。なんかデートしてるところ。で、やんやん、めちゃくちゃ慌てて。 その日か、その夜か、もうすでに帰国したんですね。まあ、噂なんですけれども、帰国したんですね。で、彼女を海外に一人に残してたんですよね。多分、まあ、ヤンヤンは、まあ、その顔でファンを獲得してるやから、もしね、恋がバレたら、まあ、アイドルではないんですけれども、俳優さんなんですけれども、こういう恋がバレたら、ファンが自分から離れていくかもしれないって思ってて、 このことはね、その元カノの裏赤です、全部書いてあったんですよ。まあ、一応噂なんですけれども、信憑性はそこそこあると思いますね。この元カノ多分今めちゃくちゃ嬉しいと思いますよ。だってこの、 元カノさん、む、昔、こういう話も言ってたんですね。多分彼女今めちゃくちゃ楽しいですね。だって、ヤやヤや、今めちゃくちゃたくさんの人から叩かれてますよね。で、またね、元カノについての噂なんですけれども、彼はその女性と付き合ったかどうかわかんないですけれども、その女性が、ソン・チェンですね。昔、韓国。 のアイドルグループのメンバーだったんですね。昔本当にめちゃくちゃ有名だったんですよ。で、韓国から中国に帰ってきて、中国でいろいろ活動しようとしてた時、まあ、その時はね、彼女めちゃくちゃ人気があったんですよ。知名度はヤンヤンより全然上だったんですね、その時期。えー、で、でも彼女その時、国内の 事務所に入ってて、えー、ヤンヤンとの、そのマネージャーさんは同じ人だったんですね。で、その時ヤンヤン、ちょっとだけ知名度あったかなで、そのマネージャーさんは、この二人を、こういうビジネスカップル作ろうとかね、そういうのを、なんか、やりたくて、ヤンヤンの知名度を上げようとしてたんですね。そこで、本当に、その二人は付き合ってたかどうかわかんないですね。で、ヤンヤンがね、ちょっとだけ人気が出たらね、ヤンヤンが、 このようなウェイブを中国版ツイッターでこのようなつぶやきをしてたんですね。保障总会遇见一些恶 <laughs> こんなことを書いてたんですよね。この意味は、ヤンヤン、もうその時人気が出たんですね。孫健は自分のその人気に便乗しようとしてるって言ってるんですね。孫健がね、そのウェイブを見てて、 めちゃくちゃ腹に立ってて頭に来てたんですね。その時、ソンチェンが空港にいてたんですね。ソンチェンがこういうポーズで2つのウェーブを追悼したんですよ。大体の内容が、なんか、えー、 人的一生很短，买许多金色吧，米吉嘎开心享受的时间不够。也金色有他那些个，嗯，在不值得的人和事上浪费自己宝贵的时间，真的太可惜了。不说的吧，那一事やことに自分の貴重な時間を浪費するのはね、めちゃくちゃ惜しい。对，あとこれはね，还有本人目前单身。 あ、あと、今、私、彼氏いないんですよ。且有自知自明。しかも、ちゃんと身の程分かってます。不要把别人的善良和沉黙当做是你可以肆无忌惮欺负人的筹码。都是要还的。今が、ヤンヤンが昔やって、やっちもうたことを返す時になってるんですよ。あと、みんながヤンヤンを叩かれてる点はですね、ヤンヤンっていう人はね、 あの、コンコンっていうか、頭が空っぽって言ってるんですね。例えば、我的人れんてっていうドラマ、まあ主演のみんながね、ライブ配信をやってた時やんやん、多分、罠を仕掛けたっていうか、ただ言ってただけなのかな。まあ、ようわかんないですけれども、やんやんの頭で罠を仕掛ける。 ハイ持ってんのかどうかわかんないですね。ヤンヤンが言ってたんですね。ドラマを撮影してた時き、えー、まあ、ヤンヤンの役は消防士ですね。で、いろんなめちゃくちゃ辛い、こう、シーンはあったんですね。自分撮ってた時まあめちゃくちゃ大変だった。でも、ウェーダーシュン、このドラマで、モンエン,チンめちゃくちゃ人気のある、この役、ウェーダーシュンが演じてたんですね。で、自分がめちゃくちゃ大変そうに撮影してる時き、ウェイダーシュンは、 ことを言ってたんですねこれはね、マジでヤンヤンが罠を仕掛けたかどうか、わざと言ってたのかどうかわかんないですけれども、でも、ウェダーシュンの答えはめちゃくちゃ良かったんですよ。ウェダーシュンは、まあ、うん、何かしら、まず言ってて、で、最後はね、は確かに自分は楽したんですね。ヤンヤンは、まあ、そういう消防士の役を演じててめちゃくちゃ大変ですよ。しかも、そこでね、ウェダーシュンめちゃくちゃ なんていうかこの話題をグレードアップっていうかめちゃくちゃ浄化させたですね。ヤンヤンはただこういう消防士の役を演じてて、もうこんなに辛い。もうこんなに大変ですね。本物の消防士さんやったらさぞさらに大変なんですよねって、ウェイターもうこんなことを言ってたんですね。 普通、まあ、ちょっとだけ空気読めるっていうか、の人やったら絶対、うん、そこでね、相づちを打つんですね。確かに。ま、あそうですね。私、消防士、ただ消防士の役を演じてて、まあ、本物の消防士、絶対めちゃくちゃ大変ですよね、って。まあ、こう、相づち打つのが一般的なんじゃないかなって、私は思うんですね。でも、ヤンヤンは違ったんですよ。ヤンヤンの答えはこれなんですよ。どめん、どめん、ああ、それシェアねが、 吹空调，演消防员都这么累，更何况是真的消防员？而且真的是有这个，比如说有火火火火灾的时候，肯定会更辛苦。而且我们拍呃，我们拍摄那个呃呃救火的这种场景的时候，都是真实的那个火，嗯，那就更热。大脑空空 頭が空っぽなんじゃないかなーって私は思うんですね。で、今からはね、ただ私個人の考えなんですよ。ヤンヤンがね、頭が空っぽっていうのはね、多分、ヤンヤンは子役で小さい頃からすでに芸能界に入ってたんですね。えー、で、芸能界に入ってて、周りの人から チヤホヤされててでそこで自分を見失ったのかもしれないんですねその証拠としてはこの黄ミン中国めちゃくちゃ有名な俳優さんがいるんですね黄ミンがこんなことを言ってたんですね直接人到了一定高度的时候你做什么都会有很多人来说あ你做得很好啊、很不错や明明我知道这句词唱得很便利他们都说え好挺好的没有什么不好我还录了两次结果出来果然微笑 炎都市这样子。在你到一年高度的时候に、你感觉做自己做什么都市对的。非常自信是吗对、非常自信。盲目自信。はい。だからね、実は、まあ本当に芸能界にいてて、まあ周りにチヤホヤされてるばっかりですね。マジで、まあ自分を見失っちゃうかもしれないんですね。でも、ファン・シャミンこそね、本当に昔めちゃくちゃ他の人から言われてたんですよ。ファン・シャミンめちゃくちゃいいよって言ってて、でも、ファン・シャミンはちゃんと自分が ま、その、いけないところを気づいてて、本社民今はね、もう、用でなくなってるんですよ。もう改善してるんですね。私たちネット民が本社民へのこういう皮肉とか、本社民への批判はね、本社民全部分かってて、しかもそれを全部受け止めてて、自分の姿勢をめちゃくちゃ低くしてて、彼が言ってたんですね。まあ、みんなからのこういう意見はね、こう、みんなが真っ当なことを言ってる。 そのね、無視しちゃダメとかね、自分はそそれを全部直さ、直さないといけないとかね、本社民が言ってたんですよ。こうめちゃくちゃ素晴らしい。しかも本社民今まで多分いろんな演技の書を撮ってたんですね。まあ、めちゃくちゃ地位あるのに、こんなにこう謙虚な姿勢を取ってる。めちゃくちゃ素晴らしい人やなって私は思うんですね。で、

彼がね歪歪、歪んでるかな。まあこういう価値観を持ってるのはね、多分彼、本当に学歴めちゃくちゃ低いなんですよ。うん。まあその学歴が全てではないんですけれども、それもちょっと一つの理由かなって私は思うんですね。 あ、そうだ。だからね、こう最近、我的人间妖 h っていうドラマ放送し終わってるんですね。で、ヤンヤンがウェイボーでこんなことも書いてたんですよね。在現の孫燕。まあ、孫燕は、そのドラマの中だと、ヤンヤンが演じてたキャラクターの名前ですね。まあ、孫燕さらば、 た、まあ、多分そのドラマの背景の舞台が失里台というところですね。失礼台の夕日、バイバイて言ってて、谢谢大家、这个夏天的包容与陪伴、批和建议。この夏、みんなが私へのと私に付き添ってくれて、みんなの批判とみんなのアドバイス、ありがとう って言ってて、え、おめでた次再見、また今度でね、また次回でねってヤンヤンは書いてあったんですけれども、<laughs> でコメント欄ではね、この上位の3つのコメントがね、いいね一番多いコメントがね、このような感じですよ。まず、タスクプティまあそれはですね、まああなたたちの意見確かに私は見てたんですけれども、でも私は聞かない。 <laughs> これは、えー、こう、一番いいねが多いコメントですね。で、その2位が、シェイポロンニラっていうのが2位ですね。で、3位が、ドドスゴィエたくさん本を読んで、もう演技はもうやめなさいって。これが3位のいいねが一番多いコメントですね。まあ、そうですね。彼本当に子役で、でも他にもね、子役はいるんですよ。でも、 彼みたいにめちゃくちゃ自分を愛してて、めちゃくちゃ他の人の意見を聞かない人はね、なかなか、うんまあ、いるかもしれないですね。わかんないです。で、例えば、ワダレンジェン4法っていうドラマを宣伝するために、ワダレンジェン4法っていうチームがね、みんなが一つのバラエティに参加してたんですね。バラエティの中だと、とある ゲームとかがあるんですね。まあ、他の人がみんな全員はね、一回だけ挑戦してたんですね。でも、やんやん、一回目ダメだった。二回目ダメだった。三回目もダメだったんですね。彼は三回挑戦したんですけれども、全部ダメだったんですよね。で、他の人が <laughs>、これちょっと面白いんですね。他の人が、平野翔くんのこの動画を 見てて、あ、この動画は本当はこのようなやり方か、ヤンヤンのやり方ではなかったかって <laughs>、なんかね、もう言ってる人もいたんですよね。私がこれを言うのはね、まあ、ただただヤンヤンを皮肉するっていうのではないんですね。ただヤンヤンがこういうバラエティに参加してて、周りの人はね、全員彼の機嫌を伺ってるんですね。だから他の人は全員一回だけやってたんですね。でもヤンヤン、 まあ、ヤンヤちょっと曲げず嫌いなところもあるんですね。めちゃくちゃ中国人はね、メンツが好きですよ。メンツ潰れるのはね、なんか、まあ嫌な人はめちゃくちゃ多いんですよ。特にヤンヤンがですね、めちゃくちゃ自分のイメージとかメンツを大事にしてるんですね。一回目失敗してて、うん、また挑戦したい。二回目も失敗してて、あ、三回目、やっぱり挑戦したい。絶対成功させたい。 でもそういう実力は持ってないんですよね。で、最近ややのウェイボーでのフォロワー数もね、なんかずっと減り続けてるんですね。なんか一部の人が観察してて、彼は5日間の間フォロワー数5万人も減ったんですよね。まあもちろんね、今でも彼をめちゃくちゃ応援してるファンもいるんですけれども、で、もう一部のファンがですね、もう昔まさか自分が彼のファンだなってめちゃくちゃ恥ずかしいと思ってる人もいますね。 で、こういうツッコミもありますね。これに関しては、ちょっとね、ちょっとあれなんですけれども、多分多くは言えないと思いますね。それがですね、みんながヤンヤンの身長をめちゃくちゃ攻撃してるんですね。マジで身長に関してはね、本当に生まれつきのものなんですね。攻撃しててもね、仕方がないんですよ。ヤンヤンが悪いわけではないんですよ。身長に関して。そればっかりはね。でも、まあ、別にでもね、攻撃してても、 ま、めちゃくちゃ、その攻撃する人たちが悪いっていうのも言えない状況はですね、それはヤンヤンが自分の身長に嘘をついたことが理由なんですよ。ヤンヤンの公式の身長がね、180センチなんですよね。でも、一部の人は疑ってるんですよね。例えば、Water ン a n っていうドラマの中だと、このシーンがですね、あるんですよ。まあ、身長、 もっと高いこの俳優さんがですね、公式の身長が184センチなんですよ。ヤンヤンの公式の身長が180センチなんですね。でもこの画像を見てて、多分どう見てもその身長の差が4センチではなくないって多分思うよね。だからここで2つの可能性があるんですね。1つ目はヤンヤンが自分の身長に嘘をついてた。もう1つ目は そのもう一人の俳優さんが自分の身長に嘘をついてたんですね。でもね、多分こういう状況だと、もう一人の俳優さんの身長は184ですね。やんやは180ですね。 もし誰かが嘘をついたらどう考えても多分180の方が嘘ついてる可能性が高いんじゃないかなーってたくさんの人は思ってるんですね。だから、まあ、いろんなこういうネット民がね、証拠を出すためにこういっぱいヤンヤンの身長への推測をしてたんですね。推測の結果がですね、多分ヤンヤンの身長は多分172センチ、174センチかな で、なんかね、言ってる人はいるんですよ。あとね、その、ヒロイン、ワン・チュランですね。まあ、こういう噂はあるんですよ。ワン・チュランとヤンヤンが付き合ってるっていう噂はあるんですね。本当に付き合ってるかどうかわかんないですけれども、まあ、まあ、ヤンヤン毎回ね、その彼女絶対認めないからね。わかんないですけれども、でもね、まあ、ワン・チュランとヤンヤンが一緒に、この、我的人レン・ジっていうドラマを宣伝するときはね、ワン・チュランはハイヒール履かないんですよ。 ワンチュランの公式の身長がね、172センチなんですよね。ヤンヤンが180センチですよね。でも、一緒にイベントに参加してて、ワンチュランはね、その、ハイヒールは生えてなかったんですよ。で、ヤンヤンはね、增高鞋殿。增高鞋殿はこういうものですね。 ンでも、その二人の身長の差はね、そんなに変わりはなかったんですけれども、だからね、ヤンヨヤンの身長はね、絶対180センチではないんですよね。 でもね、ワン・トュランがちょっとね、いけないところ。ワン・トュランも今、めちゃくちゃ叩かれてるんですよね。叩かれてるところはこういうのもあるんですよ。ヤンヤンと一緒にいるとき、まあ、自分の彼氏と一緒にいるとき、絶対ハイヒール履かないんですよね。でも、他の俳優さん、もう一人の俳優さん、本当にかわいそうですよ。彼、まあ、タンジェン2っていう俳優さんですね。タンジェン2の公式の身長は174センチですね。で、ワン・トュランとタンジェン2一緒に イベントに参加してた時き、ワンチョイハイヒール生えてたんですよ <laughs>。 タニエンスは多分もうね、レーズ生えてたんですけれども、バントランより低かったんですね。<laughs> いや本当にタニエンスかわいそうだったんですよ。だからね、ヤンヤンの身長に関してはね、まずヤンヤンが嘘をついてたから、まあ今めちゃくちゃたくさんの人がヤンヤンの身長に対して、まあ皮肉とかね、言ってたんですよ。それは、ある種仕方ないかもしれないですね。先に嘘をついた人が悪いんじゃないかなって。 思っちゃってますね。まあ、マジでね、やんやんの身長への皮肉、もうたくさんのなんか天才すぎるコメントはあるんですけれども、さすがに毒舌しすぎなんですね。私がなんか言うのはね、ま、まじで身長に関しては本当にどうしようもないんですよ。どうしようもないというか仕方がないんですね。だから、まあえ、一つだけ絶対言わせてください。まあ、多くの他のなんか皮肉なコメントは言わないんですね。この身長に関して、こめちゃくちゃ天才すぎるコメントが、 <laughs> あるんですよね。ツッコミがあるんですよね。それだけは言わせてください。それがですね、動画の冒頭で紹介してたんですね。中国では、その芸能人は頭文字を使ってるんです。例えば、ヤンヤンは YY をみんな使ってるんですね。で、一部の人がね、今、ヤンヤンの呼び方は、えネットでヤンヤンのことを書いてたとき、y ではなく、v b を書いてるんですね。<laughs> それがですね、まあ、ヤンヤンの增高シェディンを取ってたら、 もう、yy の下の、その、ツンがおしで撮ってたら、まあ、vv になってるんですね。これは一つの書き方で <laughs>。で、もう一つの、やんやん絵の書き方は、u u になってる。それがですね、なんかね、そのファンめちゃくちゃ誇りに思ってるんですね。やんやんのスタイルいいってファンたちが言ってるんですね。なんか、やんやんのお尻がでかいっていうの <laughs>。なんか、お尻がめちゃくちゃ形がいいとか、でかいとかね。 こういうのあるんですね。だから <laughs>、もう、その、ゆうっていう書き方も <laughs>、やってる人もいるんですね。これいけないんですね。これマジで、その、沈神攻撃っていう日本語あるかな。それいけないんですよね。マジで、なんかその、いけないんですよね。なんか体を攻撃してるんですね。それはいけないです。これ私が考え出したことではないんですよ。私そういう想像力持ってないんですよ。 そういうなんかツッコミの才能を持ってないんですね。他の人がツッコんだやつ。私がただ紹介してるだけですね。私とは関係ないんですよ。で、マジで1時間超えてますね、この動画。まあ、えー、めちゃくちゃ言いたいんですよ。言わせてくださいよ。ま、あでもここまで見てくれてる人いるかなわかんない。で、こんなに長い動画、まあ、編集するときもめちゃくちゃ苦労すると思いますね。まあ、仕方ないか。で、うんまあこのわだれんげンヤンホーっていうドラマで、めちゃくちゃなんか、 不合理的なところたくさんあったんですね。で、実はもともともう放送する予定のドラマがですね、同じくその消防士関連のドラマなんですよ。ワダリン・ゲニホっていうドラマめちゃくちゃ批判を受けてたんですね。で、もう一つのそのドラマのタイトルが他从火光中走来も影響を受けてたんですね。このドラマもう一回その中国のドラマ 放送したいんやったら、絶対一回審査の方に、国のこういう部分があって、そこに、ドラマをそこに送ってて、その審査通ったら、やっと放送できるんですね。もうすでにそのドラマ、実はね、その審査は通ってたんですけれども、まあ、このドラマの、ウォーデリン・ジというドラマの影響で、もう一回審査する羽目になってるんですね。で、他ソン光中走来というドラマはですね、出てる俳優さんはですね、一人がね、ワン・チュランの元彼なんですよ。まあ、これも、 噂なんですけれども、でもね、なんかワン、王ラ蘭と彼、なんか、手繋いだり、一緒にデートするところ、写真撮られてたんですけれども、まあでもね、こういうニュースが上がってきて、王ラ蘭の、その時はね、王ラ蘭のマネージャーがね、直ちに、こう、小王独美っていう、こう、ツイートをしてたんですね。まあ、このツイートの意味は、王主蘭は独身まあ、彼氏いないっていうのを、 まあ、ツイートしてたんですね。あ、でも確かにその二人手繋いだりとか、そういう写真は撮られてたんですけれども、まあ、付き合ってたかどうかは分からないですね。まあ、その元彼の名前がワンズチですね。ワンズチはね、身長185センチで、イケメンで、ややより若い人なんですよね。でも、ワンツョランはね、 ヤンヤンを選んでたんですね。ヤンヤンは、まあ、顔が良くて、イケメンで、えー、まあ、180センチで、めちゃくちゃ有名で、立派な男性ですね。だから、ワンチュランはヤンヤンを選んでたんですよね。じゃあ、今からちょっとその、ワンチュランを最近めちゃくちゃバッシング受けてるんですね。ワンチュランに関してちょっと紹介したいなって思ってます。実はね、ワンチュラン割と、まあ、新人ですね。そんなに人気はないんですね。今、あためちゃくちゃ人気になってる。 まあ、いろんな意味で人気になってるんですけれども、えー、彼女に関してのね、実はね、今、めちゃくちゃ彼女を暗示してる人が多いんです例えば、王楚然、これからもね、 たくさん、なんかドラマに出演してるんですね。なんか視聴者が、ネット民が、もしワンプランがこのドラマに出るんやったら、絶対このドラマ見ないよ、とか、ワンプランがこのもののアンバサダーやってるんやったら、このものも絶対買わないよ、とかね、こう、いっぱいこういう人はいるんですね。まあでも、実はね、最初私はね、え、まあ別に、全部ヤンヤンに火力を集中してて、ヤンヤンを攻撃したら いいんじゃないかなワントラン多分そこまで悪い人ではないんじゃないかなって最初私は思ってたんですよね。まあ実は今も思ってるんですけれども。まあでも確かにワントランもいけないところがあるんですね。例えば、ワントランよくファンバイエン、白目を向くんですよ。ワントランが白目を向いてる場面はめちゃくちゃ多いんですね。だから多分、プライベートでは彼女の性格悪いかもしれないですね。まあそれでいたら私もよく白目を向いてるわ。 まあ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 、私とは関係ないんですね。まあ、彼女はよく白目を向いてるんですね。それ、白目を向くっていたらね、昔、ヤンヤンとジェンンは、とあるドラマ、ウェウェイ一生懸命っていうドラマで共演してたんですね。で、そのドラマの中で、ヤンヤンが、ジェンンに白目を向いてたんですよ。 まあ、めちゃくちゃ早く白目を向いてたんで、それ多分ね、監督さんも気づいてなかったんですね。それをドラマの中に残してたんですよ。このような感じです。一緒に共演するヒロインに白目を向くっていう人間はみんなどう思いますかまあでも、この白目、向くのが好きっていう面で考えていたら、まあ、ヤンヤンとワンチョウヤンはお似合いカップルですよね。で、最近、本当にここ近く、 えー、モントランがもう一つ炎上していることが、なんか、とある女性がね、自分が病院に行ってて、 え、そこでワン・ーランがなんか CM の撮影をしてたんですね。で、その時、その、まあ、一般人、その女性がね、自分はなんか全身黒のコーデしてて、で、ワン・ーランは、えー、なんか魔女みたいって言ってたんですよね。で、その女性めちゃくちゃ怒ってて、それを SNS に上げてたんですね。で、ワン・ーランのチームが、いや違いますよ、あんたのことを言ってたわけじゃない。 え、ワントランのチームの、まあ、スタッフの一人の女性が魔女みたいって言ってたんですよね。それがですね、ワントランは、うん、赤の他人の、その女性を攻撃したわけではなくて、自分のチームの中の一人を魔女みたいって言ってたんですよね。口悪いですよ、彼女は。 で、なんか他の人がね、だから彼女の写真を撮った、なんか一人のカメラマンも言ってたんですよ。なんかその日、バ、えー、ンチトランを撮る、まあそういう仕事があって、で、その仕事してるとき、バントランずっと顔色悪かったんですね。最初そのカメラマンさんがね、え、なんか自分やっちまったなんか悪いことでもしたかと思っていたら、 なんかね、その日仕事してるとき、ワンプランの顔色ずっと悪かったんですね。で、他の人への態度もずっとね、なんかあっけない態度だったんですね。ああで、そのカメラマンさんが、ああ多分彼女はこういう人間じゃないかなって、うん、思うようになったんですね。でもこのことに関しては、うん、わかんないですね。多分、まあ、ワンちゃんそのカメラマンさん、もともと他の人のデマを流すの好きかもしれないかな。わかんないですね。まあ、ただこういうことは、もう、 本当に今日あったんですよね。でもね、多分こうこれらことで彼女本当にプライベートではね、性格悪いっていうことは多分確実ですよね。はい。大体こんな感じですね。いや、この動画マジでめちゃくちゃ長い。うんで、最後はね、ちょっとその、なんで私がずっとヤンヤンのこと好きではないですね。それが、まあ、私本当に昔からずっと思ってるんですね。ヤンヤンがいいよって。昔からずっと思ってて。 で、一部の人、一部のヤンヤンのファンがね、いや、今回、この我的人 t a r で、やっとヤンヤンがちょっと異様ですよ。今回さすがにちょっと異様ですよ。でも今まで他のドラマの中だとヤンヤン全然異様ではなかったって一部のファンまだ言ってるんですよね。でも私はね、昔からずっと思ってる。ヤンヤンずっと嫌って思ってるし、あとはね、私めちゃくちゃ大好きな小説があるんですよ。その小説がね、 えー、チェンジカウショっていう小説、マジでめちゃくちゃ大好きな小説なんですよ。この小説がね、そのアニメ化もしてて、実写版もやってるんですね。いや、私、マジで大好きなゆえに、もうアニメもね、全然見なかったし、もう納得いけなかったんですよ。その、アニメの中の、その、私が好きなキャラね、全然私の想像の中のキャラと、なんか一致してなくて、 私の想像の中のキャラもっと <laughs>、もっともっと素晴らしいって思ってるんですね。私、アニメ化でさえもね、納得できなかったんですよ。むしろ実写版。しかもね、ヤンヤンがその実写版出演してたんですよ。ヤンヤンが主人公やってたんですよ。その主人公私めちゃくちゃ好きで、私、アニメ化もね、納得いかなかったんですよ。実写版ね、もうなおさらなんですよ。実写版の切り抜きもね、一切見なかったんですよ。ややの演技私知ってるからね。 見る気全然なんなかったし、いや、ふざけんなよ。ヤンヤンが私の大好きな、その人を演じるだなんて、その時、今もね、思ってるんですよ。その小説マジで大好き大好きで、ヤンヤンが私の好きな小説を侮辱したって言ってもいいですね。こんぐらいかな、多分彼のことが嫌いな理由。あとね、私、ちょっとその悪い癖があるんですね。例えば、うん、昔好きで、 昔この人まだ人気出てないで、私がその人好きで、で、いきなりこの人、ま、ヒットしてたら、うーんー、なんか好きでなくなるとか、ちょっとメンヘラっていうか、そういう感じなんですね。あと、例えばこの人さんめちゃくちゃ多くて、めちゃくちゃ応援されてて、<laughs> で、ちょっとこの人嫌いになっちゃうんですよ。私はそういうタイプの人なんですね。 ヤンヤンのファンめちゃくちゃ多いんですね。で、しかもヤンヤンのファンめちゃくちゃヤンヤンのことが好きでずっと褒めてるんですね。そこでもうね、私の反感を買ってたんですね。理不尽なんですよ。性格悪いんですね、私は。これも理由の一つですね。最後まで見てくれてる人いるのかなわかんない。まあ、ではまた次回でね。バイバイ。